和島直行は、日本の体操指導者。武蔵野学院大学教授。お母さんと一緒六代目体操のお兄さん。NHK ラジオ体操、テレビ体操の指導者でもある。北海道磯谷郡蘭越町出身。1972年、日本体育大学体育学部体育学科卒業。同大学在学中の1971年4月に番組に登場し、 六代目体操のお兄さんに就任。体操は1974年3月までは、ジャンポンポン、1974年4月から退任まで、地球を、どんどんを担当。7年間体操のお兄さんを務め、1978年3月を、もって体操のお兄さんを退任したが、同年4月から番組には総合 MC のポジションに、 映って引き続き1981年3月まで出演。ハイポーズのルーツにもなる親子体操、親子体操や当時のエンディング、ブンブンホイなどに出演していた。当時の歌のコーナーやレコードでは、宮内涼、七瀬瞳、八大、瀬戸口清文らと共に、大きな株などを歌っていた。1981年3月に、区内、七瀬と共に番組を卒業した。 番組卒業後は、数々の番組の体操指導や、NHK ラジオ体操、テレビ体操の指導者を1985年春から2003年秋まで、歴任後、武蔵野学院大学教授を務めている。他、ハットエイ・ビーリン、島直行武蔵野学院大学なお、NHK のグラフィティでは、出演期間は1971年4月から1978年3月までと、 されている。ありがとうございます。